大手芸能事務所、ケモトグループの創業者、野崎俊夫、野崎俊夫さんが1日、老衰のため亡くなったことが11日、分かった。88歳だった。葬儀については、個人の意思により、近親者のみで取り行った。野崎さんは、1979年、アキラ54、にトゲオングループを創業。同社は今年、創立45周年を迎え、開局70周年を迎える日本放送とタッグを組み、同年3月31日に東京国際フォーラム、ホール A で周年イベント、トギオン創立45周年、日本放送開局70周年記念、KENRADIO の時間を開催していた。ネットの声、ドラマを作る上でトギオンの俳優は欠かせないくらい、トギオンは超大手、弱小事務所から移籍したら途端に露出が増えることはよく、あること。最近だと松本まりかか、移籍した途端にゴールデンで初主演、ライクールもテレ東で主演、それくらい、力を持ってる事務所であり、ブッキングに強い、その地位を作った人、そら事務所絡みの人たちからしたら偉大すぎるよね。芸能界の恩泰たちが次々といなくなっていく。これが芸能界が変わるきっかけになればいいけど、テレビをつければどこも同じようなキャストで同じようなことをしてるし、ドラマは事務所持ち込みでテーマ曲すら台本に沿ってゴーストライターが作ったような曲ばっかだし、ドラマはオーディションありき、歌は歌手の歌いたい曲を歌わせた方が絶対に面白い。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願い、いたします。梅南光。